ビクトリア皇太子の紋章ビクトリアは、スウェーデン原国王カール16世グスタフと王妃、シルビアの第一子であり、スウェーデン王位の法廷推定相続人である。弟に、カール・フィリップ王子、妹に、マデレーン王女がいる。公式の称号は、ヘンズ・クングリーガ・ホーゲット・ビクトリア、スベリエ・クロン・プリンセッサ、ハー・テジナ・エヴィ・バスター・ガートランド。 世界の女性の法廷推定相続人の中では最年長である。1977年7月14日にカール16世グスタフとシルビア王妃の第一子としてストックホルムで誕生する。1977年9月27日にストックホルム大聖堂で洗礼を受け、ノルウェー皇太子ハーラルや母方おじ、ラルフ、オランダ皇太子、ベアトリクス。 父方おばデジレラが大父母となった。名前は、それぞれ、高祖母のグスタフ5世ヒビクトリアと、英女、ビクトリア、大おばのデンマーク王妃、イングリッド、母方祖母のアリス、カール14世、ヨハン・ヒデジュレにちなんだものである。1979年、それまでは男子にしか継承権を認めていなかった、王位継承法が改正されたことにより、 1980年1月1日、正式に皇太子となった。しかし、英国王位継承順位は、弟の方が上位となる。1996年に、ストックホルムの高校を卒業した後は、1年間、フランスのアンジェにある、西部カトリック大学に留学し、途中1997年秋に、国会で短期間働いた後、 翌1998年より2年間アメリカのイエール大学に留学した。アメリカ滞在中の1999年5月にはワシントン DC のスウェーデン大使館で訓練生として勤務した。帰国後は2000年秋に国防大学で紛争解決と国際的平和維持に関する研究を始め、翌2001年に欧州連合のスウェーデン代表に習う形で、 政府機関において研究を終了させた。スクルトゥーナ社視察時の皇太子2002年春には国際開発協力庁での研究を終了し、同年夏にはニューヨークの国連本部、秋にはパリとベルリンのスウェーデン大使館商務部でそれぞれ訓練生として勤務した。2003年にはスウェーデン国内の各企業への訪問や農地や森林地での研修のほか、 陸軍で基礎的な軍事訓練を受けた。2004年には前年に引き続き企業への訪問を行う一方で国防大学において政治学や紛争解決、国際関係に関する研究を再開させた。2005年にはストックホルム大学で社会科学分野に関する個人授業を受けた。2006年9月から2007年6月までの間は 外務省の外交官養成課程を受講した。同年秋からは欧州連合の上中代表部で研修を受けたほか、フランス語の学習も行った。また、陸軍における3週間の不評連帯課程も終了させた。2009年6月には、ウップサラ大学で文学志望を取得した。2006年の建国記念日にて、ビクトリアが訪れた国。私的訪問も含む、 1995年7月14日の18歳の誕生日に、ストックホルム宮殿と国会において、スピーチを行ったのを皮切りに、将来の多い継承者として、近年は様々な公務に従事する機会が増えている。日常的には、必要に応じて、不応の判断により、外務省の定例諮問会議や大臣らの閣議に参加するほか、 摂政としての役割を果たしている。他にも、両親が各国からの訪問客を招待して行う、公式晩参会や国会の開会式、建国記念日の祝賀式典、ノーベル賞の授与式などにも参加している。国際パラリンピック委員会の名誉委員を務めている。また、1996年のフィンランド訪問を皮切りに、 2001年の日本への訪問とアメリカで催されたノーベル賞制定100周年記念式典への参加など海外への訪問も積極的に行っているアメリカやスペインなど欧米諸国だけではなくウガンダやエチオピア、エジプト、サウジアラビア、バングラデシュ、スリランカなどアジアアアフリカ諸国へも訪れ2002年にはコソボの難民キャンプを視察した日本へは 2005年4月に2度目の訪問を果たし、愛知万博を視察したほか、のりひと新能妃久子と共に、池谷広北天の建設予定地を視察し、天皇、皇后、皇太子、のりのみや清子内親王とも会談した。他にも、同年6月には、スウェーデン王族としては1934年以来71年振りとなるトルコへの公式訪問を果たし、 スルタンアフメトモスクやトップカップ宮殿、アヤソフィアなどを視察したほか、9月には中国へも訪問した。2006年3月にはブラジルを訪問し、ボルボー,オーシャンレースを観戦したほか、母シルビア王妃が設立した、世界子ども基金によって運営されている集団住宅を視察した。同年12月にはフランスを訪問し、 ホセアンヘルグリア OECD 事務総長と会談した。2019年10月、不王と共に天皇、徳人の即位礼正殿の儀に参列した。2013年6月、マデレーン王女の聖婚寺の一家。これまで皇太子が私生活を語ることはあまりなかったが、確認されているだけで過去に二人の男性との交際が報じられた。一人目は、 同じ高校のサークルで知り合ったダニエル・コラートであり、1998年の皇太子のアメリカ留学にも同行してニューヨークに定住したほどの関係で、皇太子自身も2000年9月のハノーバー・バンコク、博覧会時のインタビューで正式に交際を認めたが、翌2001年に破局した。2002年5月には大衆誌によって新しい恋人である。 ダニエル・ベストリングとの交際が報じられ、7月には皇太子の友人の誕生パーティーの席上で二人がキスを交わす場面が撮影された。2009年2月24日に正式に婚約を発表し、2010年6月19日にストックホルム大聖堂にて挙式が行われた。日本からは皇太子、ナルヒトシンの王が出席している。 2011年8月18日、第一司会人が報じられた。生まれる子は男女を問わず、スウェーデン王位継承権、第2位となる。2012年2月23日早朝、ストックホルム郊外のカロリンスカ病院で長女となる、エステル王女を出産した。2015年9月4日、翌年3月に、第2位死を、出産予定であることが発表された。 2016年3月2日、長男となる、オスカル王子を出産した。また、皇太子自身は2017年現在で、ノルウェー王女、イングリッド・アレクサンドラ、オランダ王女、カタリナ・アマリア、デンマーク王子クリスチャン、ベルギー王女、エレオノール、ギリシャ王子コンスタンティノス・アレクシオスの大母となっている。軽度のディスレクシアを持っていることを母親である、シルビアが、 テレビ番組で公表している。また皇太子としての公的活動を始めて間もない1996年頃から食欲不振に悩まされるようになり、翌1997年4月に痩せこけた皇太子の姿がマスコミで報道されたことにより予定されていたウプサラ大学への入学が取り留めになった。同年11月に王室が皇太子が 虚食症を患っていることを正式に認め、翌1998年に、上述のイエール大学留学と治療を兼ねて、アメリカへ渡ることとなった。1999年6月のテレビ番組のインタビューにおいて、同病を克服したことを表明し、以来この病気の予防や対策に携わる活動にも、熱心に取り組んでいる。なお、ビクトリアは、 この虚食症の結果、落ちた筋肉を取り戻すために、スウェーデン帰国後にスポーツジムに通うことになるが、その時の担当トレーナーが、現在の夫ダニエル・ベストリングであった。ありがとうございます。